ことがあってもあなたをお守りします。注文繰り返します。和風ハンバーグの A セットを1つに、みやこ定食を2つ、サラダバー3つにドリンクバー3つですね。少々お待ちください。とりゃあしっかりやれ。王様、ここは危険です。どうぞ中へ。来よった、空からの使者が。予言通りだ。これらの品は貴国と我が国との高級なる和平を約束するものであります。ん？ほう、夜の太陽が天に届きし大樹を照らすとき、竜は道を示し、聖なる扉は開かれる。いわゆる桃源郷伝説ですね。我が国の偉大な経典にある確かな伝承だ。しかし何十年の調査でも天に届きし大樹などどこにも見当たらなかった。霊峰シミセンはどうですか？ん？今何と？お目にかけましょうか。天に届きし大樹おるというのか？本当にどこだ？その前にお願いがあります。交換条件というわけか。面白い。いいだろう。その話乗ろうではないか。
鈴名はおるか。昨夜突如現れた巨大な浮き船、不安な一夜を過ごした市民の声です。あん時はビカビカっと光ってズズンってきたでしょ。びっくりしちゃったわよね。私ママと言います。どなたか桃から生まれた子供の話知りませんか。あ、ちょっとねえねえ、映った？映った映った、バッチリ。テレビに映るなんてすごいです。恥だ。オラ、例の浮き船が気になんだが。あれすごかったね。桃には関係ないんじゃないかな。ここは原点に戻って桃から調べてみませんか。それよ、桃は川を流れてきたから。答えは海にあり。そうか、海か。行ってみるか。いいかい、遊びに行くんじゃないからね。硬いこと言わない。あら、なんでしょう。行ってみろ。こら、君たち、生き物をいじめたりしちゃダメじゃないか。まあまあ、そんなにきつく言わなくても。だってこいつ面白いんだぜ。人間どもめ、今の世界は我々のものになるのだ。恐るべし、お犬ちゃんの無言で訴え攻撃。よかったね、リオさん。いらぬお世話だ。しかしまあ、お前たちには借りができた。礼として私の屋敷に招待する。いや、お礼だなんてそんな。行く行く、行きます。生き返るわい。アバネク東の大会を滑る龍馬王と私のことだ。すごいすごい、龍さんって偉い人だったんですね。お父様、ご無事ですか。ああ、出迎えご苦労。心配するな、私を助けてくれた者たちだ。よろしく。次女のおつ姫、三女の平姫、次娘の貞姫だ。平ちゃん、どうしよう。あの方を見てから胸が苦しくて仕方がないの。お姉様、それはきっと恋というものですわ。恋？それでは世紀の大発表。じゃじゃーん、これぞ世紀の大発表。世界沈没兵器だよ。いや、さあどうぞ。こいつのスイッチをちょいと入れれば、極地にある金づきが氷を溶かす。遠慮しないで。あ、僕未成年なんで。その結果、地上人の都のほとんどが海に沈む。これは大人だもの。こうして地球は我々のものになるのだ。じゃあ、みんなが終わりそう。話しよう。おつがこの子ね。地上ってつまんない決まりがあるのね。法律が厳しいのは世の中が乱れている証拠ですわ。どうせ大した女の子もいないんでしょ。ここなら可愛い子もたくさんいるわよ。どんな子が好みなの。おしとやかな子、元気な子。兄ちゃん、彼女いるの。いや、彼女ったら。美味しい、猿吉、無事ね。そうよね。それじゃあ一発ここいらでカラオケ大会とでも行こうかしらね。あらら、オツはどこ行っちゃったの。もう主役がいなくちゃ仕方ないのに。
カラオケだったら私に任せな。はい、私も歌います。え、カラオケ？はいはいはい、私もやる。ダメよ、オツはこの子と歌うんだから。そんなこったろうと思いましたわ。ねえ、私と歌おう。どうか私と。私も歌う。じゃあこの白百合の祈りを。はい、その歌なら私知ってます。いやいや、私も歌う。そんなに歌いたいの？私カラオケ初めてだもん。仕方ないな。お犬ちゃん、桃と歌ってやってくれない？はい、桃ちゃん一緒に歌いましょう。うわーい。まあいいですわ、絶対一緒には歌わせません。ねえねえ、次は妹と歌ってやってね。あ、いや、基本的にカラオケとか苦手で。あ、ちょっとお手洗いに行ってきます。あ、ちょっと。はぁ、参ったな。あれ、どうしたの？気分でも悪いの？私、あまり賑やかなところは苦手で。あ、すいません、あなたたちの歓迎会なのに。ふう、僕も苦手だから逃げてきちゃった。あ、ごめんね、僕たちの歓迎会なのに。あの、ありがとうございます、父を助けてくださって。うん、でも驚いちゃったよ。話には聞いてたけど、竜宮城って本当にあったんだね。こんなところで二人きりで何してるんですか？うわっ、お犬ちゃん、なんだよ二人とも。ほら、あんた誘惑しようだってダメよ。あ、私はそんなつもりじゃ。そうだよ、話しかけたのは僕の方なんだから。そうよ、邪魔しないでよ。お姉様、みんないつの間に。知ってるよ。はい、ちょっと見てく。のほほんと世間話なんかしてんじゃないわよ。愛は力ずくで奪え、パワーオブラブ。まあまあお姉さま、興奮しないで。いいお姉さま、あのお兄ちゃんとお友達になりたかったら私たちの言う通りにするのよ、わかった？ほらほら、戻ったで。歌いましょう。選んでください、赤、オレンジ色、緑色、どの玉手箱がいいですか？だから選んでください。じゃあ、よくわかんないけど、じゃあオレンジ色の箱を。指を出してください。うん、はい、ここに母印をしてください。うん、ちょっと待てい、婚姻届け？なんでも簡単に発行しちゃダメです。ち、残念でしたわね。なんか変だと思いましたけど。あんたたちの差し金ね。どういうつもりよ、邪魔してくれちゃって。それはこっちのセリフよ、一体何なのよ。わぁ、きじめさん。やったわねー、ファイヤーローン。あたしとやる気。あれ、本当だ。ここはひとまず休戦ということで。二人を探しましょう。イエーイ、イエーイ。どこ行っちゃったのかな。よいしょ、よいしょ。お犬、どいて。ムチムチストーム。大持ち子ですね。ちょっとどれか借りていこっか。泥棒はいけませんよ、キジメさん。あら、ほらほら、キジメさん、どうですか、似合います？あんた、犬みたいよ。あら、私犬ですもの。でも、やっぱり人間がしていたら変ですかね。似合ってる似合ってる。ん？あ、これ綺麗。ダメじゃ、うるさい。お、外に出るのは200年ぶりじゃ。おお、それはその昔、恐ろしい狼を捕らえたと言われる魔法の足かせじゃ、ようにやっとるの。
まあ、ずいぶんと大きな狼さんだったんですね。うん、そっちのはどんな的にも必ず当たる魔法の槍じゃ。へえ、物知りなんですね。わしはここの番人のクラギじゃ。別にこれを盗もうってわけじゃないんですよ。ちょっち借りちゃったでしようかな、なんて。いいんじゃ、持ってゆけ。どうせここに置いても埃をかぶるだけじゃからの。ぷわ、ありがとうございます。よっ、おじいさん太っ腹。ねえ、サロキチ、これ何？ん？そりゃおめえ、新型のカラオケマシンよ。ほんと？すごいな、使っちゃっていいのかな？いいんだよね。はあ、よろしいのではないでしょうか。誰一人として竜魔王の話を聞いていなかったのである。どうやって使うんだろう。パスワードをおいでください。ねえ、パスワードだって。歌のナンバー入れたのかよ。ああ、そっか。あ、どれにしようかな。あら、なんだろうこれ、新譜かな。変の1、2、3。えい、イエーイ。おりょりょ、サルキチ、この綺麗なボタンはなんだろうね。おお、押せ押せ、押してみれ。ゴーゴー。いは、綺麗だな。本当にいいところだね。地上での出来事が嘘みたいだ。それならずっとここで暮らしませんか。あの地上はひどいところだと聞いています。戦や災害、飢えや病、地獄のようなところだと聞いています。でもあなたは、あなたがそんな不浄の地の人だとは思えない。そうだね、それもいいかもしれない。それでは。でもね、お月姫、地上は確かにひどいところだし、悪人もたくさんいる。でもいい人だってたくさんいるし、その人たちは世界を良くしようと頑張ってる。あんな世界でも僕の故郷なんだ。そうですか。わかりました。余計なこと言ってごめんなさい。話は聞かせてもらった。お父様、立派な青年じゃないか、おつ。はい、私からもお願いするよ。どうだ、ここに残らんかね。そしてこのおつをめとってはくれるかな。お父様、それなりの地位も約束しよう。悪い話だとは思わんか。でも、なんだ、どうした。龍馬王様、大変です。世界沈没兵器が爆発しました。なんだと。さては初めからこれが目的で。あ、ちょっと待ってください。何のことだかさっぱり。お父様、兵器って何なの。一体何が起こってるの。地上を海に沈めてしまう素晴らしい兵器だ。もう少しで世界を征服できるところだったのに。そんな大それたことを。おつ、私はお前たちのために。聞きたくありません。おつ、これもすべてお前たちの、よろしゅう。お父様なんて大嫌い。地上の者どもを知っ捕らえろ。ただし、おつにはかすり傷一つつけるな。一体どうしたの。もっと歌いたかったんだもん。いやー、カラオケに自爆スイッチがあるとは思わなかったんでな。カラオケ？とにかく逃げるよ。やっと見つけた。どうなってんの。竜宮城の方が追ってきます。いたわよ。お父さん、こっちだ。逃がさんぞ。いやー、どうしよう。新しい道具試してみよっか。そうですね、ここは私にお任せください。はっ、ずるい。いやいや、私がやる。じゃあ、お犬ちゃん、お願い。はい。クロキオン、クロー。
めんなさい、こんなことになってしまって。でも竜宮城のことは嫌いにならないで。いろいろありがとう、君のことは忘れない。何これ私もおつ姫さんみたいに自分に正直になろうかなって。え、どういうこと？信じています、私とあなたは赤い紐でつながっているって。それは赤い糸じゃないのかな。大好き。あ、あ